こんにちは、こんばんは、ゲームどころいこです。ハグリープライド始めて2回目始めていきたいと思います。お疲れ様です。今日もファンの皆さんのために贈り物溜まっていないよね。いいですね。さっき10キロ走ったんです。やったわよ。まだ体がたぎって仕方がないです。もう一走り一緒に行きません？体力測定で反復横跳び1位でした。マネージャーのこと教えてくださる？ありがとうございます。初めて名刺交換来ました。お疲れ様です。今回のミッションはすごく行きたいお店があって、チョコモンジャの辛味醤油があるんです。チョコモンジャ、よかったら一緒に行きませんか？曲の一案ですね。さっき10キロ走ったんですけど、まだ体がたぎって仕方がないです。もう一走り一緒に行きません？お仕事行き。とりあえずファンを増やすためには、サニピのさは爽やかのさ、サニピのにはにぎやかのに、サニピのピはもうなんだろう。ひとまずですね。お疲れ様です。今日はなんだかワクワクしちゃって、一緒に頑張りましょうね。メインライブシャープ3をクリアする必要があるってことですね。もうすぐ定期検診があるんです。でもあの頃に比べたら元気いっぱいだし。まあ取材でよく聞かれるんですけど、もっさしさ、いいですね。お疲れ様です。何見ようか。ストーリーがあります。これ本編星インプロダクションの物語とアイドル編ですね。先あることすぐなら優雅実行できる。本編はライブをこなしていったらクリアに行きます。第2話。あれ、これ見たぞ。こっちですね。ありがとうございます、ハルコさん。みんなの分の飲み物まで用意してくれて。いいのいいの、むしろやらない方が落ち着かないから。レイちゃんは早いね。もうウォーミングアップ始めてて。私も体動かしていないと落ち着かないから。それよりその人新しいマネージャーさんですよね。はじめまして、一ノ瀬レイです。
佐伯春子です。17歳、みんなと同世代、ピチピチの17歳。すごい感激です。溢れる母性でファンを癒しまくる最年長のお姉さん系アイドル春子さん。17歳、ストイックでキレのあるダンスがかっこいいパフォーマーアイドルレイちゃん。お二人に会えるなんて、この仕事ついてよかった。最年長、ピチピチの17歳。一度殺されたボケは二度は通じない。それより早くレッスン始めない？せっかく揃ったんだから。そうだな、でもまずはその前に朝礼をさせてくれ。新しい仕事の連絡事項は以上だ。スケジュールどんどん埋まっていくね。早めにこっちに拠点を移しといて正解だったわね。それぞれ通学には不便を強いて悪いと思ってる。私は気にしていません。こっちの方がより質の高いレッスン受けられますし。私もです。なんで新しい寮での生活も慣れたら楽しいしね。ライブもグッズの入手しやすさも都内の方が有利だから。 OK。 そう言ってもらえると頑張って移転した甲斐があったよ。でも今はやはりグランプリ優勝の効果が大きい。でかくなりましたからね。気を抜くとあっという間に他のグループに追い越されてしまいますよね。気を引き締めないと。そうだよね。それに三枝さんが戻ってきた時に輝いている私たちを見てほしいものね。戻ってきそう。三枝さんっていうのは面接の時にも言っていた先代の社長さんですよね。先代じゃなくて現社長だよ。今はどこで何をしているのかわからないけどね。そう、三枝さんは東京への星見プロの移転直後、これからという時に俺たちの前から姿を消した。悪い、後のことはしばらくお前に任せる。今後大きな事件が降りかかってくるかもしれない。世界進出。でもお前なら事務所を守れるはずだ。頼んだぞ。こんなのに任せんのか。こんなのって言うけど、まあ、優秀だったけどな。いなくなった理由も分かっていないんですか？まあ本当に突然のことだったからな。ただあの人は無責任な人じゃない。きっと何か訳があるはず。だからいつか必ず戻ってくるって信じてるの。さとみちゃんは驚いたかもしれないけど、私たちはもう受け止めてるのよ。むしろ戻ってきた三枝さんがびっくりするぐらい有名になっちゃおうって。勢いに乗ってここまで来たんだもの。今足を止めるわけにはいかないわ。トップアイドルへの道は険しい。これもきっと一つの試練。それに頑張ってることが三枝さんにも届いたらひょっこり帰ってくるかもだし。そういうことだな。だから橋本さんもあまり気にしないでほしい。わかりました。そういうことなら私バリバリサポートします。ところで参考までにお聞きしたいんですが、皆さんはなんでトップアイドルを目指しているんですか？私は臆病な性格だから自信をつけたくて、アイドルを続けていれば変われるかなって。アイドルが好きで憧れだったから、今度は私がその憧れになってみたくて。私の場合はちょっとした約束、トップアイドルを目指していれば叶うかなって。アイドル活動を通してダンスを仕事にするため、それにやるからにはトップに立ちたい。私はトップを目指すことも大事だったけど、みんなと楽しめていればそれが一番だった。むしろ今までそうやってみんなと楽しむってことが当たり前にできなかったから。でもね、最近は楽しむだけじゃなくて見てみたいなって思うようにもなってきたの。トップアイドルの景色は、マナさんが目指していた景色ってどんな景色なんだろうって、それが理由かな。
やっぱり改めて口に出すとちょっとだけ恥ずかしいよねでもこういうのは口に出すべきって教わったことがあるし、いいことだと思うよ。レイちゃんの目標は相変わらずストイックって感じだけどね。別にいいでしょ、事実なんだから。ただみんな気持ちは同じ。目指せトップアイドル。うん、よし、そのためにも今日のレッスンも頑張ろう。よろしくお願いします。さて橋本さん、こっちはダンスコーチに任せて俺たちは寮に向かおうか。スキストのみんなに君を紹介。もしもし、すず、ちょうどこれからそっちに。マネージャー、早く帰ってきてくださいまし。事件ですわ。怪しい。レッドダイヤ、買い忘れません。お、チケット売れ行き。どれを見るんですか？アイドル編を見ましょう。アイドル編ですね、今佐伯春子17歳と鈴村優が見れます。鈴村優見ましょう。佐伯春子誰それ。誰それはひどいな。星見プロのマネージャーさん。京都弁やったよね。トリニティエールの鈴村優言います。もちょ、今日は一日よろしくお願いします。いいこと。こちらこそよろしくお願いします。指導される。今日はレッスンを見学させてもらえるとのことでお邪魔しました。鈴村さんたちのレッスンからは得るものがたくさんあると思うので楽しみです。得るものやなんて、そんな、これはうちらも張り切らないとやね。皆さんはうちの子たちにとっても憧れですから。人気キャラになるんじゃん。今日も見学だと言ったら連れて行けってうるさくて。せやな、普段は見学を一切拒否してるんでなかなか難しいかもしれませんな。それはそうと、まだレッスンには早いですから待ってもらうことになるけど、よろしいですか？もちろん大丈夫です。ところでそれは？あ、これですか？ご覧の通り掃除道具です。レッスンが始まる前にレッスン室を掃除しておこうと思いまして。掃除？鈴村さんがですか？わざわざ自分でやらなくても。もちろんスタジオにも清掃の方はいてはります。でも清掃の時間はいつも決まってますから。このスタジオにはいつもお世話になってますし、それぐらいはしときたいんです。それにルイちゃんとスミレちゃんが気持ちよく練習できるようにって。そしたらうちは掃除をするんで、もう少し待ってもらえます？一人じゃ大変でしょ。俺も手伝います。お気遣いありがとうございます。でもここはうち一人で十分ですから。マネージャーさんはお客様や。いいですね。レッスンが始まるまでゆっくりしててください。いえいえ、雑巾掛けは俺に任せてください。ささっと終わらせますからありがとうございます。鈴村さん、これで終わりでいいですか？はい、ありがとうございます。マネージャーさんのおかげでいつもより早終わりました。紅茶を入れたんで、もしよかったら飲んでください。お、ありがとうございます。それじゃあ遠慮なく。いいですね。すごく美味しいですね。そりゃ言う、なんて種類の紅茶なんですか？今日はウバを入れてみました。お口に合ってよかったです。あ、そろそろルイちゃんとスミレちゃんが来る頃やわ。天童さんと奥山さんか。やっぱりうちの子たちにも見せてやりたかったな。うちの子、星見プロの皆さんがそんな思ってくれてはるなんて感激ですわ。そうやな、よければ今度そちらのレッスンを見学させていただけませんか？うちらを慕ってくれはる子たちともっと仲ようなりたいって思いまして。
リズムあるわ。今後うちらを脅かすかもしれない後輩たちの実力を見ておきたいですからね。脅かす存在か、その言葉聞いたら喜ぶだろうな。ああ、代わりにうちの子たちにも見学させてもらうのは。それはマネージャーさんのお役目やん。彼女たちの代わりにうちらのレッスンを見学するんですから。せやからそれ以上は禁止です。それでよろしいですね。計測事故です。偵察しに来たのに逆に約束させられてしまった。そしてマネージャーの俺は眼中にないってことか。これはやられたな。わかりました、約束します。では決まりやね。楽しみにしときます。これは多くの人は好みになるんじゃないかな。あと17歳、おいおいの人、行きましょう。佐伯春子ソロキャン。シマリンかな。俺たちは海沿いのキャンプ場に来ていた。星見市のタウン誌でレジャースポットを紹介する仕事だ。キャンプのことを綴った春子さんのブログが編集者の目に留まり、記事のモデルに指名されたのだ。あ、君、こっちのお肉もういい感じだよ。あとこっちの玉ねぎも、お野菜もちゃんと食べなきゃダメだよ。いや、子供じゃないんですから。それにしても春子さん、やけに楽しそうですね。そうだね、こういうの久しぶりだからかな。近場で日帰りとはいえキャンプしてるって思ったらなんだか楽しくなっちゃって。けど意外でしたね、春子さんに一人キャンプの心得があったなんて。一人キャンプじゃなくって、最近はソロキャンっていうのよ。覚えておいてね。サニピの活動が始まる前はオフにちょこちょこソロキャンしてたのよ。最初はなんとなく自然の中に帰りたいって気持ちだけだったんだけど、気づいたら楽しくなっちゃってあちこち出かけてみたの。サニピの人だよ、ね、ぼーっとしてるとマシュマロがドロドロになっちゃうよ。っていうか燃えちゃうから気をつけて。そろそろ食べ頃だと思う。美味しい。これこれ、このトロッとした甘さが病みつきなのよ。これもキャンプ歴1年の知恵よ、うん、知恵。なるほど、確かに今日の撮影も順調でしたし、先方も春子さんに頼んで正解だったって喜んでましたよ。そう？それならよかった。っていうか安心した。安心ですか。うん、安心度。自分の趣味が活かせたんだなって思うとすごくほっとしたの。ほら、私ってその地味でしょ。趣味がパズルとかいろいろだけど、一つぐらいはこうして活かせるものがあったんだなって思って。何を言ってるんですか、サニピのお姉さん役としてみんなを支えてくれている欠かせない存在です。ちょっと、その言い方だと私が年だって聞こえるんだけど。なんでこんなに気にするんだ。わかってる、冗談よ。素直に受け止めておくね。 ありがとう。ねえ見て、星すごいよ。おお、本当ですね。東京じゃこんなには見えませんよね。うん、こういう風に。でもより明るい星だけはどこでも輝いて見える。縦画面ですることはできます。まるでアイドルみたい、ね、一等星でしたっけ。 PC だと見えないんですよね。確かに一握りだけの厳しい世界ですね。うん、一握りだけ。星もアイドルも一握りしか輝き続けることはできない。でもね、不思議なんだけど、一握りの番、さっき褒められたからかな、今なら私もっと輝けるって思う。この星空みたいにたくさんのアイドルがいる中で、その一握りの一等星になれるかもしれないって。そうですね、なれますよ。なっていきましょう。なさせてみせます。なさせてってあるんだ、うん、
でもなさせてみせるってちょっと日本語変じゃない？もう本当に大丈夫かな。大丈夫です。今日まで一緒にやってきた俺を信じてください。行こうかな。うん、わかった。約束だよ、私も頑張るから。そう言って春子さんは柔らかい笑みを浮かべた。こんな一面をもっとファンに知ってもらいたいな。いいですね、こんな感じ。なんでしょうね、まあ、お、えい、お撮影もできます。お仕事承知しました。行きますわ。いつでも大丈夫です。写真配り、この時は日常の服装にすればいいのか。承知しました。準備 OK です。行きますわ。被写体として全力を尽くします。いや、写し配りしてたらいいから。これなんだ、イフチってあってボケ感を出すことができるのか。そしてこれジャイロで動きます。戻しましょう。他の人はどこにいるのかな。他のっていう話がありますね。これなんだわ。残り2人がここにいました。もうちょっとね、見てれば、こういうふうに、お付近で合わせることができるんですね。これなんだろう、新秋葉駅。こういう視点でしか映らないんだよな。これぐらいかな。あ、惜しかった。もうちょっと。お任せしましょう。お、いいですね。お任せの方が良かった。できれば自力で撮った写真をしたいんですが、これかな。なゆみはすず。写真撮影は前回まだ紹介してなかったので、いつでも大丈夫ですわ。カフェですね、カフェモード。でかいサイズが結構。
らえるかな。端末を横にしてお楽しみください。やばいなこれ。これもジャイロで動かします。なんかこういう開けてそうなとこですね。まあでも結局採用できるのは1枚だけだから、これ1人だけなのかな。いや違う、いいですねこの2人。空間が出ると、これをジャイロで動かすと、ジャイロで動かすって言っても、いけないのかな。お任せに撮影するとどうなるか。これはきつい、頭。はい。はい、ここの視点にはいけるんだ。行きましょう。今度雫の信頼度がアップ。確かデスク、奥山すみれ15歳です。本当の15歳だよね。こっちはこちらポイント稼がないと無理です。あ、なるほど、11回これです。ダイヤ購入したダイヤでいけるっていうことか。ピーク時はこうなります。仕方がないよ。なんかくるっと回りますね。回転させるのはしとこう。どうやったらできんでしょうね。これ何？おはようございます。スンからは得るものがたくさん。切らないでよね。なるほど、これの見ることができるのか。ガチャ違う。さあ見ていきましょう。絶対ガチャ。星読みの速さがメイン。
今は分かんないですね。一瞬一つ以外は残念な結果だったかな。ガチャポイントはちょっと稼ぎましたが、今日は今日はどうしましょう。素敵なアクセサリーがありますね。アクセサリーを与えることができます。今日はどうしましょう。例えばパス。今日はどうしましょう。このアクセサリーどうやって使うんだ。使えるものあるかな。お疲れ様です。自己紹介してみます。サニーピースの川崎さくらです。歌もダンスもまだまだですけど、やる気だけはモリモリです。本当ですか。そう言ってもらえ。でも東京で初めてだから私も負けないように。今日はどうし、身だしなみを整えてっと。今日はどうしましょう。さっきどんなミッションがあるんやろ。じゃあ補助券をいただいた。ミッションの確認は大事ですね。ライブやりましょう。楽しいライブにしよう。ライブやりたいんだよってことね。夢のようです。いいですよ、最初は。で、パワーアップしないとね。開始。ライブは3回ぐらいできればいいかな。結構やることは多いですね。どんどんいきます。次3倍近くの目標運動の数値を獲得することができました。100コンボ
じゃあレベルはライブ楽しみだな。メンバーを変えられるんですね。衣装いきましょう。これ色分けされてるんですね、メンバーになって。せっかくなんでスキップせずいきましょう。準備はいい？ファイト！桜バージョンあると思うんだけどね。いいな。これ自尊のロボですね。ライブやりたいもんね。クリアですね。100点満点。こっちか。緊張してきたかも。こうなると、あの、この押さえたとこあるんじゃないかな。ライブだけじゃない。チュートリアルが発動だ。さあ、ここで、プロモーション。ファンを獲得できます。宣伝、アイドルは宣伝も大事。奥山すみれ、行きます。迅速丁寧にこなします。時間？そうですね。ファンが？お仕事行きますか？スタミナ値ですね。永瀬ことの
頑張ります。早坂芽衣出発。佐伯春子行っちゃうよ。奥山すみれ行きます。お仕事行ってきます。制服でつる。ポッチ2時間進行できるわけですね。お仕事行きますか。リアルタイムで動いてるわけですね。溜まる前に確認しましょう。どんなミッションがあるのかな。おっと、さあストーリーが見えてきます。お疲れ様です。今日もっとマネージャーさんのこと知りたいです。C1 って何でしょうね。ヴィーナスレベルってあるんですね。あ、こっちの配列もいいかも。名刺交換です。ぜひ、お願いします。できないんだね。すごく行きたいお店があって、チョコもんじゃの辛味醤油があるんです。よかったら一緒に行きませんか。トップアイドルに近づきましたわ。面白いですね。次のライブは目標があるんです。いつも見せて見せて。次のライブは目標。準備できてますよ。これでメインライブ4位。海外にレタス行けるってことですね。チケット売れ行き好調です。東京編託されたバトンですね。これを見て終わりかな。でも序盤は物語が次々進んでいくんで、結構終わるタイミングがないな。メイが捨て猫だった。また横画面入ります。トイマサルみたいに入ります。すごい立派な量。ハキハキ入れるようになりたい。というよりシェアハウスですね。東京に拠点を移してからメンバーみんな週の大半はここで生活してるんだよ。マキそれよりマキの本社に寝てそう。あ、マネージャー、こっちですわ。どうしたんだスズ。すぐに事件って一体何が。ほらほらマネージャー、見て見て、ダンボールの中。え、猫。近くに捨てられていたのをメイちゃんが保護したんだそうです。だってすごく可愛くって、なんかかわいそうだったんだもん。それはわかる。猫を保護、まさかそれが事件の正体。事件なんだ。よかった。よくありませんわ。私捨て猫を拾ったことなんてありませんもの。そうやな。どうしてあげたらいいんですの。大丈夫ですよすずちゃん、今いろいろ調べているところですから。優しい試合先。あれ、そういえば一緒にいる女の人誰。あ、自己紹介遅くなりました。本日付で星見プロに入社しました橋本さとみです。そうでしたのね。なら私もご挨拶しませんと。私は鳴宮すず、あの永瀬真奈様に続く第二の星降る奇跡と名高いアイドルですわ。いや、その肩書きいつの間に受け継いで。もちろん知ってます。富豪のご令嬢でありながらトップアイドルを目指す月下最年少アイドル。つかみどころのない素振りが評判の天真爛漫アイドル早坂芽衣ちゃんに。
ね。伝えたい。ちさちゃんのお姉さんであり、月下のまとめ役でもあるしっかり者アイドル、白石咲ちゃんですよね。姉妹でアイドルやってます。ずいぶん勉強熱心ですわね。橋本さんの場合、半分は趣味なんだそうだ。つまり、しずくちゃんと同志ということですね。そうなんだ。すごいアイドルですね。よろしくね、橋本さん。はい。そういえば、他のお二人はどちらでしょう。琴乃ちゃんと渚ちゃんなら、買い物に行ってもらっています。猫ちゃんのご飯とか、タオルとかだよ。さきちゃんが必要なもの、調べてくれたの。そうだったのか。頼りになるな。ありがとう、さき。いえ、そういうことは得意ですから。それにしても、無責任な飼い主がいるんですね。許せないよな。許せません。せっかくこんなに可愛いのにね。すごい責任を持って育てましょう。確か猫は、目が合った相手を親と認識するんですわよね。それは、鳥じゃないかしら。みんな、猫のご飯買って。帰ってきた。マネージャー、お疲れ様です。来てたんですね。すずちゃん、すっごく焦って電話してたもんね。飛んできてくれたんですね。すごい。本物の、永瀬琴乃ちゃん。こちらの方は。今日から入社の橋本さとみさん。新しいマネージャーだよ。そうだったんですね。はじめまして、永瀬琴乃です。私は伊吹渚です。よろしくお願いします、橋本さん。そうね、みたいになってる。はい、もちろんです。どうした、橋本さん。さっきまでの前のめりな感じが薄いけど。どうしたんだ。すみません。本当だし。改めて対面すると、なんというか。やっぱり、伝説のアイドルの妹さんって思うと、オーラが違うな、と。お姉ちゃん。永瀬真奈のことですよね。ごめんなさい。私無神経でしたよね。永瀬真奈、琴乃の姉にして伝説を残したアイドル。いいよね。真奈は3年前不慮の事故で帰らぬ人となった。いいえ、気にしないでください。私が永瀬真奈の妹なのは事実ですから。でも、だからこそ私は、私にしかなれないアイドルになるつもりでいます。姉の果たせなかったグランプリ優勝を果たした時に、なんとなくバトンを託された気がするから。そのバトンとともに駆け抜けるつもりです。サポートよろしくお願いします、橋本さん。はい、もちろんです。琴乃、本当に強くなったな。見てるか、マナ。琴乃ちゃんのことなら何でも私に聞いてくださいね。中学生からの付き合いですから。一応好きな食べ物とか好きな洋服、苦手なこととか全部わかってますので。幼馴染です。琴乃ちゃんの無二の親友であり、あふれんばかりの優しさでファンと月下を包み込む渚ちゃん。わ、はい、かりましたよ。根掘り葉掘り聞かせてください。お二人はやっぱり仲良しなんですね。眼福眼福。実はもう、で、そんなことより、猫。あ、そうだった、大事なこと忘れてた。どうしたらいいんだろう、この猫ちゃん。動物愛護団体が里親探しを手伝ってくれるそうです。他にも迷子届が出ていないか確認もしないと。さすが咲ですわ、頼りになりますわね。それか。ねえマネージャー、この子ここで飼っちゃダメなの？お、どうなるんだろう。唐突に終わってしまった。こんな感じで登場人物の説明もあります。支えるためだけアイドルになっていいのかな。お、チケット売れ行き好調ね。すごく行きたいお店があって。こんな感じで。やったわよ。やったやったやった。
勢いで決めちゃおう。アイドリープライドポイントっていうのがありますね。今回水を購入してみましょう。課金をするともっと早くパワーアップできますということで、今回はここまでにしたいと思います。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。アイドリプライド、これまで遊んだ記録って言っても過去1回だけど、これからプレイリストを作っていきまして、順次、こちらですね、遊んだ記録用意しておきますので、プレイリストできればですね、プラスボタン押していただくことでですね、ブックマークすることができますので、ぜひお願いします。またブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。こちらのアイドリープライドの名刺交換の ID も説明欄に記載しておきます。ファンの方、よろしければ名刺交換お願いいたします。プロモーションが解放されましたって、なんだろう。ローションってさっきのチラシ配りか。アイドリープライド、さあステップを踏もうか。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリストは表示されないですね。縦画面なんで。ということで、遊んでいきました。アイドリープライドやろうとしたら結構やっぱり長く1時間近くになってしまいますね。このペースで引き続きやっていきたいと思います。また見てください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。